秘密情報機関に働いている人間は、生涯に何度かは恐ろしく豪奢な暮らしをする機会に恵まれるものである。大金持ちの役割を果たさなければならないような仕事もあるし、時には危険や死の影の思い出を拭い去るために、何不自由ない暮らしに慰安を求めるということもある。それから時にはこの事件のように、他国の秘密情報機関の縄張りに賓客として招かれることもあるのである。
Thank you.
Thank you.